誰も見てない誰も見てない。あ、来たこんにちは。これ上部、あ、心もこれは一人だもんね。ゆはが喋ればいいんだよね。そうだよ。じゃあもうちょっと始まったら結構もう今ね、200人ぐらい。ゆはやっほー。あ、くるみん来た、イエーイ。心今もね、周りにあのみんないるんですけど、こんにちは。あ、こんにちは、しおりん。こんにちは、おはよう。始めました。違う、さやが視聴始めましたと。ゆはー、ありがとう。あ、もうすごいたくさん来てくれてる、ありがとうございます。私今日11月5日で21歳になりました。ありがとう。21歳になったということなので、ちょっとインスタライブできして皆さんに皆さんとお話できたらなっていうふうに思ったので、今日は少しだけなんですけどやらさせていただきたいなっていうふうに思います。はい、あの今日はアイドルスクエアというイベントに出演させていただきます。あの誕生日にお仕事があることはよくあるんですけど、こう人前にこう皆さんの前に現れるお仕事はあんまり今までなかったので、こう誕生日に皆さんに会えるのがすごく嬉しいです。ありがとう、やったー。ちょっとあの本当にちょっとだけ15分ぐらいにはなるんですけど、あのぜひあの質問とか聞きたいことあったらじゃんじゃん答えちゃうんで、ぜひ聞いてください。いやー、今日もかわいい、ありがとう。21歳のゆはもかわいい、ありがとう。あの昨日は何をしてたかというと、あの普通にお稽古してたんですけど、帰ってきてもうあのバースデーイベント終わったからちょっと忘れかけてたのよ。忘れかけてたんだけど、あのメンバーのみんながあのもうすぐだねみたいな、明日だねっていう風に言ってくれて、そうだ、みんな優しい、すごいちゃんと覚えてくれてるっていう風に思って、ケーキは食べますか。ケーキはバースデーイベントでもらったケーキを食べてもう満足したので今日は食べません今日は食べないんですけど、あのなんか食べれたらいいなって思います。ただいまモスゴリラはもう聞けませんか。ちょっと恥ずかしいので控えます。ヤちゃんかわいい、ありがとう。美容スパイへの抱負、美容スパイ今回初めて男役をやるので、気合い入ってます。やっぱりこう男性役をやるからにはこうみんなをメロメロにしたいと思ってるのでその意気込みで稽古してたの。そうだからあの感じだったのね。そうそういうこともうみんなを虜にしちゃうぞっていう。でも結構みんな、なんかあのミスター翔くん好きだわっていう風に言ってくれるんで、これは期待大です。ありがとうございます。ありがとうございます。前髪っていつもスプレーしてますか。めっちゃガチガチにしてます、もう。ありがとうありがとう。最初は根元をスプレーしてから全部スプレーするっていう感じなんですけど、21歳になって一番初めに食べたものは、一番初めに食べたもの何食べたっけ、まだ食べてない。あれ、そう出ましたよ。え、あのそうかね、まだ食べてないや、うん、そう、まだ食べてないです。何ケーキが好き。タルトが好き。21歳の抱負、唯一無二のアイドルになる。地元で一番好きな食べ物は何ですか。地元で一番好きなのは、手羽先。お誕生日ありがとう、ありがとう。誕生日のプレゼント何が欲しい。愛が欲しい。あ、飲み物は飲みました。お茶を飲みました、21歳になって。おお、そう、お茶を飲んだんだよ。翔くん好き、みんな翔くん好きって言ってくれてる。ありがとう、ありがとう。最初におめでとうメール来たのは、これねちょっと難しくて、2人どっちか分かんないの。2人いてちょっとどっちか分かんなくて、その2人が江口さやちゃんとあと前田心ちゃんなんだけど、そのなんだろう、あのなんかメールでさ上に上がるやつあるじゃん、うん、でなんかまあ分かんなかったの、どっちも違う欄にいたから。あ、全然離れてたってこと。そうそう、最初さ一番多分下に、あ、ちょっと難しいご説明。とりあえず2人が
一番だったっていう感じです。よかったよ。そうでもみんなメール送ってくれてありがとうねみんなありがとう。めちゃくちゃ答えてくれるやん。好きだって。ピーマンは食べれるようになった？まだなってないです。ピーマンは、あ、じゃあさやちゃん、ピーマンの肉詰めとか作ってくださいよ。作りますよ。入れたいです。どこの服ですか？これどこの服か分かんない。これどこの服だったっけ。あのまたいずれ載せます。どこか分かったら。21歳で挑戦してみたいことは、でもやっぱなんか心が覗いてる。ありがとう。遅くなってごめん。おめでとう。ありがとう、リカ。ありがとう。ほくろ2個セクシーだって。ほくろここにあります。ほくろ、うん、ほくろじゃなくて、ほくろか。ほくろ。今回の舞台も一箇所だけちょっとあのイントネーション問題で悩んでるとこがあります。そうそうなの。まだ直せてなくて。うーん、21歳で初めて笑ったこと。今日も朝起きてずっと笑ってたよ。違う違う違う、普通に笑顔だったっていうこと。あー、おはようみたいな。おはよう、そういうこと。今日のリップはあの多分ロム&の結構あの色が濃いやつを使ってます。あ、違うかも。ありがとうございます。好きな髪型、好きな髪型は私はあの巻き巻きハーフツインしてる女の子が大好きです。アイシャドウはね本当に分からなくて、もうあの文字も消えちゃうぐらい使い込んでて、でも茶色系を使ってます。今食べたい名古屋飯はあれなんだっけ、味噌煮込みうどん。コバがいます。マイクでリズム取るの好きです。ありがとう、ありがとう。憧れてます。美の秘訣教えてだって初めて言われた。嬉しい。美の秘訣は、自分に自信を持つこと。自分と生年月日全く知るビビット。おお、一緒なんですか。人見知りは治りそうですか。はい、治りました。嘘です。多分治ってない。21歳でやってみたい髪型、やってみたい髪型。でもあの最近本当に髪の毛短くしてからはずっとあのノーマルな感じなんですけど、なんかあのできたらいいなっていうふうに思います。あ、ありがとう。赤いベレー帽の衣装、あ、ありがとうございます。そう、バースデーイベントの衣装、赤いベレー帽かぶって赤い感じでやりました。あ、さえちゃんから私の大好きなチョコアンパンをもらってあとチョコのお菓子をもらいました。ありがとう。ドライヤーで乾かす時間は15分ぐらいです。やっぴー。バチカン市国行ってないです。ビアの曲で今何が一番好き、なんだろう。でもヨハンおスイング好きなんですよ。めっちゃ楽しくて踊ってるのが。インスタライブだとゆはちゃんスラスラ話せててすごい。ありがとう。キムチチャーハン食べたい。ゆはも食べたい。あ、さやちゃんゆはの好きなところはって来てるよ。急に、うん、急に一瞬なんかピッて教えて。顔かわいい。ありがとう。顔何顔、顔がかわいい。ありがとう。嬉しい。歌いたいハロ曲いっぱいある。歌いたいハロ曲いっぱいあるよ、うん、あのでもね、あれ青春ビートやりたいのね、大好きで。そう、青春ビート大好き。ありがとう。今日のゆはちゃん頭よく見えるよ、だって。ありがとう。お昼ご飯何食べるか迷ってる。食べるか迷ってる。あと5分ぐらいですね。そう、あと舞台も10日から始まるので、皆さんあの今回大阪でも公演やらさせていただけるので、
ちょっと今まで遠くて来れなかったよっていう方もぜひ。お誕生日だからお弁当一番最初に選べたね。はい、そうなんです。選べました。ありがとう。みんな優しいから、みんな何がいいのって言ってくれる優しい子たちです。ちなみにハンバーグを選んだので、さっき迷ってた方いたよね。もしよかったらハンバーグどうでしょうか。お弁当よかったね。よかった。リカ様ちょこちょこ登場しててくさって。あ、スクショタイム、スクショタイムってかどうしよう。21、こっち、こっちかな、こっちかな。今日のネイル赤色、今日はねちょっとピンクっぽい感じです。ヨスパイ大阪行く、ありがとう、待ってる。はい、あと4分だ皆さん。ズンデレリカちゃん、耳出してるとさらに可愛い、ありがとう。ハンバーグ食べます。ハンバーグ食べてね、ありがとう。左、右手が2だよ、こういうことか。あ、あ、あれ。超可愛く、ハッピーください。ハッピー、やめてください隣で。ありがとう、美しい。いえ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 、みんなコバコバ。あ、舞台楽しみです、大阪で待ってるね。ありがとう。ホノッピーくださいだな。ホノッピー、犬歯が可愛いです。ありがとう、ホノッピー、ありがとう。バイベの余韻が抜けません。ユハボだよ、本当に楽しかった。ありがとう、楽しかった、ありがとう、嬉しい。あー、そうなんです、この後もねイベントあるんで、もう皆さんハートください。仕方ないな。打ち抜いてバーン、パンパン。松葉は今もう取れかけてて暴れてるので毎日大変です。わあ、また歌える機会あったら歌いたいなって思います。ありがとう、いいえ、ハートありがとう、いいえ、ウィンクください、ウィンク、ウィンク、どう、上手、ありがとう。もうちょっと長くハートだって。結構やったよ、ありがとう、いいえいいえ。猫顔ですね、だって猫顔なんだ。でもよく言われるかも、猫っぽい。あ、猫ね、猫ね、かわいい、ありがとう、ありがとう。ハロプロはユハでハマりました、だって嬉しい、ありがとうございます、ありがとう、ハロピ、ありがとう。髪の毛なびかせて。素敵な一年になりますように、ありがとう。お手で逆だったが、あ、21歳のね、抱負、抱負はあれなんですよ、唯一無二のアイドルになるです。ごめんね、21短かったから、右手が2でこういうことかな。どうしたのりか。ビヨーンズ大好き、ありがとう。12だ、うん、あ、12か、じゃあこうだ、ごめん。いや12歳じゃない、本当だ。ビヨーンズが好きな時からヨハネちゃんです、ありがとう。福田マリンちゃんと遊びに行ったら教えてください。あ、遊びに行けるように、もう人見知りしないように頑張ります。逆、12歳やめてくれ、21歳だよ最近。あと1分だ、みんな短かったですけど見てくれてありがとうございました、楽しかったです。また機会があったらね、ビヨンズのメンバーのみんなと一緒に、あとビヨンズ他のメンバーも一人でやったりだとか、これからもできたらいいなって思います。ありがとうね、ずっと依頼やっててほしい、だってずっとやってたいよ。じゃあ、21歳の山崎ゆはでも応援よろしくお願いします。この後イベント楽しみに頑張ってきます、舞台も頑張ります。リカがやだって言ってるから、ちょっとずっとやってたいなと思います。でもちょっと15分っていうお決まりだったので、またぜひできたらいいなと思います。あ、意外とまだちょっと時間があるみたいですね、30秒ぐらい、あと10秒ぐらい。ありがとう皆さん、これちょっと切り方が分かるかちょっと頑張らないとなんで、またありがとうね、ちょっと前髪が、ありがとう、バイバーイ。